んにちは、アイムハルです。朝でございます。こんな朝っぱらからね、私は何をしてるかというと、今日はザリガニをぶち取りに行こうと、とある池に向かっております。だいぶ暖かくなってきたので、ザリガニちゃんもそろそろ活動を始めてるんじゃないかと、そういう感じが、雰囲気がね、漂ってまいりましたんで、一丁ザリガニでもぶち取ってね、あんなことこんなことしてやろうっていう感じですね。今日本に生息してるザリガニはね、アメリカザリガニなんですってね、外来種なんですね。でもこれ駆除対象になってるんですよ。マッカチンなんていう名前もついてますけどね。何がマッカチンなんだか知んないけどよ。え？ザリガニめ。で、石川県のとある池にね、ザリガニが大量繁殖してしまって、もう石川県民が頭を悩ませるということなのらしいですよ。もう寝ても覚めてもザリガニのことしか考えられねえなんつってね、そんなおじさんもいるんじゃないでしょうか。ということで今日はこんな朝っぱらからザリガニ釣り、行ってきます！ボロス！さあ、ザリガニ池に到着しましたよ。ここは本当はトンボサンクチュアリってところなんですね。トンボがいっぱい見られるらしいですが、アメリカザリガニのせいでトンボがやられちゃったのでね、ほら見てください。これね、この金沢市が用意したこのザリガニ釣り用の釣り竿まで用意されてると。ね、取ったザリガニはここに入れてくださいよと。さあ、ザリガニはいるんでしょうか。いでよ。うわー、どやらい数おる。うわー、どうなっちゃってんだこれ。いっぱいいる。うわー、真っ赤チンっていうほど真っ赤じゃないね。一応これがアメリカザリガニ、これがね、トンボだの、その他生物を食い散らかす、このトンボサンクチュアリの悪魔、ザリガニでございます。とんでもない、君たち繁殖しすぎたんだね。君たちね、これ外来種に、特定外来種に指定されてますから、これね、持って帰ったりね、飼育が禁止されてるんですね。で、このトンボサンクチュアリでもこうやってバケツが用意されてね、取ったザリガニはここにバーンって入れてくださいよと。まあ君たちには罪はないが、君たちはちょっと増えすぎだってことで、ここでこのバケツの中で余生を過ごしてくれ。あ、ベタベタすんなこいつ。じゃあな。さあ、ザリガニは僕も捕まえたいな。あんだけいっぱい捕まえられてるのかね、いっぱいあるでしょうね、ザリガニ。朝の方はね、ザリガニっていっぱいいる、見れるんですけど、この辺散歩してるとね、バカなザリガニはよちよち歩いてたりしますからね、まあ、それと捕まえて。でもね、あんないっぱいいたから、バケツの中にもうザリガニを見るっていうのはね、目的を達成しちゃって、若干私のモチベーションが下がってるっていうのはありますけれどね。俺も変な、ダイソーで買った伸縮自在のこの網、これが活躍する日が来るんでしょうかね。俺も変な、俺も変ザブローだわ。俺も捕まえてえな、ザリガニ。この中に潜んでやがんな、やつら。アメンボしかいねえわ。だらしねえ、みっともねえ、アメンボしかいねえわ。アメンボってみっともねえからな。やっぱあの一番池が一番いいのかな。ねえ、一番池っていうぐらいだからね、一番いいから一番池なんでしょうね。知らんけど、ちょっと朝が早すぎたのかな。日中はね、ザリガニってね、あいつら休んでるんですよ、バカだから、ニートだからね。結局だから朝方とか夕方の方がね、出てきやすいんですけど、ちょっと朝が早すぎましたかね。5時起きはきついってことでしょうかね。ざけなって、だらしね、早寝早起きを心掛けてほしいもんですね。やっぱこの一番池でしょうね。ここにね、メダカもいっぱいいたのよ。メダカ、あ、メダカもと捕まえてちょっと飼いたいなと思ったんだけど、ザリガニばっかりはね、持って帰っちゃいけないってここの指示ですから、書いてありますからね。おいね、ザリガニは持ち帰りできません。絶対に池の反射で持ち帰らないでください。まあこれでね、もし持ち帰ったらもう懲役でしょうね。8年ぐらい食らうと思うから、持って帰れないですね。ブラックバスは入れないで、ブラックバスは本当は入れてほしいんですけどね、釣り人の僕としては。まあでもブラックバスも外来種ですから、よろしくないってことでしょうね。カキ厳禁、カメラ監視、嘘だよ。なんでそうやって嘘つくの。絶対どこにもないけど、電源つらないっていうね。ふざけやがって。まあでもああいう手法はね、流行ってるんですよね。駅のトイレとかでもね、火災警報器ありますなんて書いてありますけど、どこにもねえなんてことありますけどね。まあ、禁煙だっつうのに便所でニコチンを摂取しようとするやからが後を絶えないってことで、そういう手法になったんでしょうが、まさかこんな緑が生い茂るところでね、監視カメラ作動中なんてね、あんな大ボラを吹くとはね、さすが石川県ですね。この1番池から2番池にね、この移ろうとするザリガニ、お散歩中のザリガニっつうもね、結構いるんですよ。ここら辺に一帯にね、あのセイタカアワダチソウっていうね、外来生物、外来植物がね、わっと生えてくるんですよ。あ、これがそうですね、これがブーンと伸びてね、もう3メートルぐらいなんですね、高いやつは。黄色いお花がポクポクってなる、セイタカアワダチソウっていうのがありましたね。よく誤解されるのがね、ブタクサっていうもので誤解されるんですね。ブタクサっていうのはね、風媒花ってやつでね、風を媒介する花。ね、風媒花、花粉を風に乗せて繁殖する性質を持ってるので、それでブタクサっていうのは花粉の元になるんですけども、このセイタカアワダチソウ、これが成長してね、これはね、中媒花ってやつなんですね。虫が花粉を運んでくれる。まあ、花粉がちょっと比重が重いですから、風には乗らないってことで。セイタカアワダチソウがね、ブタクサと間違えられて、この野郎なんすね、迫害を受けてるっていう、この現実、私は心が痛い、そんな思いでね、僕はやってますけども、名前がひでえな、ブタクサなんつってよ、どうなっちゃってんだ。
わだほらね、お散歩中ですよこいつ。お散歩中のザリガニ俺に見つかるとはお前運のねえやろだな。あ、こいつ片っぽねえじゃん、腕が弱っちゃってんだこいつ。もう挟んでもこねえもんな。ほら挟んでみろ。君ね、こんな片腕ちゃんなのにね、え、こんな男を散歩してで、こいつやっぱね、ザリガニってね、もう大したことないよ、このハサミも挟まれたところで。仕方ない、君はね、バケツ行きだわ。俺見つかっちまってんだからよ。え、見逃しやりたいよ、だって見逃しやりたいところだけどね、そういうわけいかないんだよ。お前はやりすぎなんだ。こんな丸々と太るまでトンボだのなんだのいろいろ食ったんだろ。もう今俺に捕まってね、お前はもうおしまいなわけだから。あんまり口うるせえことは言いたかねえけどな、お前卵とか産んでねえだろうな。お前の最後の抵抗としてこの1番池2番池に卵を産み落とそうとしたんじゃねえだろうなってね。もうお前には罪はねえけどな、仕方ない、さよならだよ。え、一曲歌ってほしいか、お前まさか。さよならさよならさよなら、タララ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 。うわーすげえな、やっぱり何匹のこれ、喫食ある。君たちが美味しければね、もうちょっと肉厚で美味しければね、そんなに嫌われなかったんでしょうけど、まあまあこんなもんですわ。うわっ、ゴダガタッとしたぞ。これを持ち上げるマッチョが出てくるかもしれないからね、気をつけなきゃな。一応鍵を閉めるから、やられちゃうからね、もしかするとね。怪人ザリガニ男に変身してね、こんなバケツなんてね、ぶち破ってくるかもしれないから、それともおしまいだよ、石川県民全滅で。怪人ザリガニ男にやられちゃうから。まあということで、ザリガニも見えたから自分で捕まえるっていうモチベーションなくなりましたね。結局ね、いいのよ、夏になるとね、僕の友達のジョロウグモが出てきますからね。あのバカだっけ、こんでけえクモ、あいつらツンツンするっていう仕事が残ってますから。まあ今日は早起きして散歩してね、ザリガニ触っていい一日の始まりなんじゃないでしょうか。ということで今日はこれぐらいにしてみます。失礼します。